VRMMO プレイヤーは誰だって同じなのかもしれない。ただ強くなりたい。なんかあったのか。なるほどね。気にすんなって。じゃあな。情報だけでもとってもありがたいです。頑張ってレベル上げすればいつかは。よろしくね。情報だけでもとってもありがたいです。頑張ってレベル上げすればいつかは。一緒に頑張ろう。
元気にしてるか？おめでとさん。いや、なるほど、まだやれるぜ。また会おうぜ。よろしくな。お願いします。冷めたピッツァなんて粘らない納豆以下だぜ。いや、プレイヤーの諸君、私の世界へようこそ。私の名前は茅場明彦。今やこの世界をコントロールできる唯一の人間だ。プレイヤー諸君はすでにメインメニューからログアウトボタンが消滅していることに気づいていると思う。しかしこれはゲームの不具合ではない。ソードアートオンライン本来の仕様である。諸君は自発的にログアウトすることはできない。また外部の人間の手によるナーブギアの停止あるいは解除もありえない。もしそれが試みられた場合、ナーブギアの信号阻止が発する高出力マイクロウェーブが諸君の脳を破壊し生命活動を停止させる。残念ながら現時点でプレイヤーの家族友人などが警告を無視しナーブギアを強制的に解除しようと試みた例が少なからずあり、その結果213名のプレイヤーがアインクラッド及び現実世界からも永久退場をしている。十分に留意してもらいたい。ヒットポイントがゼロになった瞬間、諸君らのアバターは永久に消滅し同時に
諸君らの脳はナーブギアによって破壊される。諸君らが解放される条件はただ一つ、第100層にいる最終ボスを倒せばクリアだ。それでは最後に、私の目的はすでに達せられている。この世界を作り出し、干渉するためにのみ、私はソードアートオンラインを作った。そして今、すべては達成せしめられた。以上で、ソードアートオンライン正式サービスのチュートリアルを終了する。プレイヤー諸君の健闘を祈る。じゃあな。